ウメダーレン彫刻公園とは、スウェーデンの梅尾にある彫刻庭園である。1987年に、ベステルボッテン県議会は、地元の不動産会社のバルチックグループペン社と、アンダーソンとサンドストローム美術館に、ウメダーレン地区に1930年からあった、ウメダーレン精神病院の後を委託した。精神病院の後には20棟の石造りの建物が、 残されていたので、バルチックグループペン社は44個の彫刻を購入して、公園内に常設展示することにした。彫刻庭園は1994年に開園し、スウェーデンで最大の美術館になっている。ABCD、メデイランスカルプチは、S ウェブサイト、リリーブド4名二 2014AB グーグル翻訳2014、キャピタルオブカルチャー、ハイライツオブメイスウェーデン、テレグラフ、 リリーブド6名2014パーマネントコレクションメデイランスカルプチャーパーク2014年5月25日閲覧ありがとうございます。